どうも文人です。今日は刀削麺を食べに来てます。うわ、めっちゃ刀で削ったような感じの麺です。イエーイ。何しろ日光刀削が由来っていうのはなんかそれは嘘っぽいんですけど、とにかくこの刀削麺食っています。いただきます。もう中国っぽくてなかなかいい味だね。それでは